お疲れちゃんです、ラットです。そしてお疲れちゃんです、ノズレです。ありがとうございます。お願いします。やってまいりました。はい、来ました。はい、お願いします。お願いします。今日は何をやるんでしょう。今日はですね、いつもやっぱサンドバッグしてるじゃないですか、はい、サンドバッグやってますよ。今日はちょっと変えようかなと。あれ、珍しく、はい、今日は平和に行こうかなと。平和いいじゃないですか。平和いいじゃん。まあでも、はい、ちょっとドズさんの方が有利かもしれないですけどどっちかといえば、ゴレ使いじゃないですか。まあ、ゴーレムをこよなく愛してますから、はい。もう、僕がそれをこう、叩こうかな。え？もうゴレ対決をしたい。あ、ゴレ対決！これは、ワンチャンあるんじゃないですか？だってゴーレムあんま使わないですもんね。まあ、あんま使わないですね、はい。あんま使わないんで。使ったことないかもしれない。それはある。それはある。なんなら一時期結構使ってた。一時期結構使ってた、はい、じゃあ、はい、ルールとしては、うん、もうゴレが入ってれば何でもいいです。いやー出た、はい、それもゴレ対策してもいいってことですか。あー、まあそうですね、まあ、ルール上はね、はい、はい、ルール上はまあそれはもうゴーレム使いとして、まあ、どこまでするかはもう、そうですね、その人次第っていうところで、はい、その人次第なるほどね、はい、まあでも文句は言えないですからね、はい、ルールの中で戦ってください。まあどっちがゴレ使いかっていうのは、まあまあ間違いないです、はい、ゴーレムは8コストのゴーレム限定ですか。そうです、そうです。3コストのゴーレムはそんなのないです。なんかないです。新しいゴーレム言いません。8コストだけです。8コストだけです。8コストだけです。エリクサーゴーレムみたいなやつ出てきましたけど、はい、じゃあ僕はもうこれでいこうかな。何がいいかな。ゴレ対決でしょ。はい、ちょっと僕も準備できてる、はい、早くないですか。マジですか。準備してきました、ね、そんなこの日のために、この日のために仕上がってる仕上がっておりますね。ゴレがあれば何でもいいですかね。ゴレがいや怖い、それなんか言い方的に。いや僕はちゃんとしたゴレデッキですから、ね、本当ですか。はい、じゃあ私ちょっとこう変えて、あーいや難しいな。いやうまいんすよねラットパイセンが結局。いやいやいや、よしこれでいきます。お願いします。ミラーにね、やっぱ分からせる、ね、分からせたい、分からせたい、大事っすね、これ勝ったらもうみんなずっと言ってくださいね、はい、あ、ゴーレムはドズルの方がうまいからやだやだ、絶対やだ。ゴレ対決なんで、ゴレ対決ですね。もう初手ゴレでいきます。初手ゴレアンパイですね、はい、これはアンパイです、はい、アンパイです、はい、あー出た出た。まあまあまあ、よく見るですね、ゴレペッカ最近流行りですよね、はい、最近いますね、はいはい、やっぱ上位の方でも、はい、なるほどな初手。いやー、こっち待って、ゴリゴリにおられるやつじゃない。いや大丈夫なんなら勝てる。まあゴレ対決ですから、ゴレ対決なの。ライドラ、はい、ライドラはちょ、インドラかなんか入れてきてんのかなと思って、ちょっとやったですね。いや強いですよ、インド、ライドラは。いやこのコウムリがよし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 、ライドラが、いていていて、ライドラが素晴らしい。 いいよ、俺の予定とちょっと違う今んとこドズニーリード、はいはい、ペッカ、ランバー、エレキ、大人げない感じですが、まあまあまあ、いやいやいや、まだわかんないですもんね、まだ、はい、まだゴレ対決、まだゴレ対決です。あ、メガゴ、いやー来ますねー。いやーこれちょっとどうしようかなー。いやーこれだって攻めれないですもんね、だってゴレですもん。そうなんですよ、もうこうするしかない、はいはい、こうせざるを得ない、よしよしよし、合わせてってライトルかな。ちょっと厄介なんですね、ライドラは結構ね、ゴレはこう後衛にユニット重ねるのが基本戦術なんで、そうなんですね、ライドラが生きるんですよね、これちょっと突破したいですね、突破してくる、よいしょ、コウモリ頑張れ、コウモリ頑張れ、まあでもここは、いや、いい勝負です、今のところ、互角まである、互角で満足する男、いや、ここから勝ちたいですね、ここから、いやいや、まあ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 、さあ、ここで。ここはですね、まあ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 、いや今のところただのいい試合、いい試合、むずいなこれ、どうしよう。いやこれちょっと悩みますね、悩みますね。これはラットパイセンが、あれこれ出してこない、これがね回ってきてないんです。あ、ミニペからのさ、いやこれもえちょっと勝ちますね、申し訳ないです。いやいやいや、わかんないですまだ。あ、ポイズンちょっと厄介ですね、ポイズンが結局強い。いけいけいけ、やれやれやれ、うおーグリーズ、あ、ちょっと、まあまあまあ、いや全然全然、ある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 、あ、光栄、光栄で攻めてくるタイプじゃないですか。光栄で攻めていきます、もうゴーレム使いのまっすぐ行く、はい、こうね、ペッカが処理されてもね、ついてくる、よしよし、なるほど、うまい。ただ、もう私は守りません、あれあれ守りませんよ、ともちろん、え、嘘、守る、いや、僕も守りますなんとか耐えたい、やべ、
いやー、トルネードがいやらしい。いやでもお互い、いやお互いまだ耐える、お互い耐える、なるほど、面白い対決、あれ面白い対決、これはこれ負けるとやばい、いやあるあるある、全然ある、全然ある、負けるとやばいあるある、全然あるよ、もうこれ早さっすよね、早さ勝負っすね、だって僕の方が先に出してから僕の勝ちみたいなことないです、いやそれはないっす、えちょっとやばい、あってやばい、お願い届いて、あー届いて、トルネードがない、惜しいっすよ、でもこれだけガチガチに対策して前線した感じはしましたけど、まあ僕の方が今のところゴレうまいと、確かに、えでもゴレならちょっとワンチャンあるなというのあ2試合目も同じルールですか、同じです、お願いします、あこれゴレなら本当ワンチャンありますね、これあるぞと、ちょっと待ってください、よく考えます、ペッカね、結局ペッカなんですね、まあ甘いですね、ペッカで勝てると思ってるのは自分じゃないですか自分じゃないですか、待ってよ、いやーあー分かった、正解、正解分かった、正解分かりました、うん、正解分かりました、フリーズ入れてたんですね、珍しく、もうフリーズとヤナメっていうちょっと変わったスペルが好きなんです、まあ確かに面白いは面白いですけど、よし、うん、悩んでますね、いやちょもう勝ちたいですもん、だってせっかくの機会だから、てかここでドズさんね負けちゃうと一番得意なゴレで、そうそう、僕の最大値が僕の最大値がこうラットパイセンのこれにかなわないってことなんで、それはちょっと避けたい、どうしようかな、まあ僕もリーグでよく使ってましたけどね、結構使ってましたよね一時期、うん、ちょっと好きなんですよね、これかな、いやちょっとはいはい、オッケーオッケーオッケー、面白いデッキができました、お願いします、お願いします、よし、まあまあゴレが絶対入っているよと、まあお互いゴレ入りですわな、はい、まあでも初っ端からガンガン出せますね、ゴレ、いやもうゴレ使いって分かってたらね、あ帰ってきた、さあ準備してますからね、準備してますね、今日準備がいいっすねマジで準備良さを俺はアイスイズは学年対して強いんでライドラで受けます、ライドラにソラユニット出して、おおマジ、あーこれありがとうございます、ありがとうございます、しちゃいましたね、爆破で、爆破で、まあ、とはいえその爆破が入るまでにゴーレム先生が、ゴーレム先生痛い、うわーマジうまいって、ライドラ先生、いやライドラ先生いいよ、ライドラ先生、ライドラ先生いいよ、しかもこれなんかワンチャン爆破当たんないみたいなのないかな、いやあるある、全然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 ある、違う違う、よし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 、あれれれれれれ、あれゴーレム僕の方が果たしてうまい、いやいや事故っす、事故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 か、事故もあり合いますからね、全然ね、ちょっとねこれは痛いですけど、まあまあまあ、まあ、あれサイド変えましたね、これはあーこれちょ間に合わん、間に合わん、やっちまった、あれこれちょっとねゴレゴレを合わせようと思ったんですけど間に合いませんでした、でもこのゴレが、このゴレが、こっちのゴレ美味しいですよね、まあ、プレゼントですね、一旦おらよしよし、うまい、これドズニキちょっとあれ、まあ、うまいなと見直しましたのコメントで生まれそうドズルさん見直しましたのコメントで生まれそうですね、ちょっとやりますねちょっとだけ、ね、ちょっとだけ、いやこれねちょっとだけ結構、はいはいはい、ピンチなんですね僕的には、あっちからすると攻めの手段が巨助はきついんでゴレしかないんですよね、よし、まあ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 、はいはいはい、ああそこでゴレ受けしてくると、これもう安心安全のゴレ受け、あのすることないんで、よいしょ、やばい、タケヘンタケヘンタケヘン、ああやっちまってるやっちまってる、勝てるぞ、ソラソラ対決、おら、いや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 、このライドラの強さ、ソラ対決、タケヘンタケヘン、ちょっと、いやこれでも僕多分勝てると思ってるんですよ、え、こっから、はい、え、こっから絶対勝てないです、もう残り40秒しかない、いやこれいきますマジで、本当に、はい、それからのこっちか、いけーエリートバーバリアン強っ新型エリートバーバリアン僕の秘密兵器を、え秘密兵器あるんですかあー出た出た出た、いや大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、いやー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 いやまあ、よし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 、まあまあなるほどね、ヒラで久しぶりに勝ったありがとうございます、なるほどね、これはいいんじゃないですか、ドズネキ戦法刺さってるくないですか、
僕はやっぱり、はい、あのライドラーがねキーカードだと思ってるわけです。わかりました、はい、ライトニング入れますよしよしよしライドラを入れてくるんですね、まあ、でも本気、お互い本気ですから、はい、それ何やってもいいです。何やってもライドラを入れてくるのがドズルさんですね。ライドラはやっぱ優秀ですよ結局。というじゃあライトニング読みの、いやさあどうしますかね。でもね意外とライトニングゴレってきついんですよね、ゴレに対して。どうしようかな、ここを見て学びます。僕は何が強いか、あちょっと分かっちゃいましたね、これ分かっちゃいましたね来ましたわ。マジですか。はい、これで勝ちたい。ちょ待ってしまった、はい、オッケーです。いやこれ来ましたマジで。BO3 ですよね。あ、BO3 です。もう、はい、これで決まります。本当のゴレ使いが。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やべ、勝ちたい勝ちたい勝ちたい。普通に勝ちたい。シンプルにチャンスある。あ、出た、キョスケ。キョスケ好きですね。これやっぱ全部飛ばせるっていう。さっき飛ばなかったんですけど。まあ、シンプルにゴレは嫌なんですよね、キョスケは。はい、ここは飛んで安心ランバージャック。おお、レイジ落ちますからね。押してけ押してけみんな。うん、キョスケから殴ってランバ。なんで？いいね。まあ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 。ちょっと爆破入れたくないですね。ほら。開いた開いた開いた。ワンチャン。まあまあまあ。からの、じゃあ僕のターンで。僕のターン。出ました。そうなんですよね。結局これが、どれだけ抑えれるか。ダクネランバーメガゴ。あれ、同じですか、さて、形は。いやもう8枚買いました。ゴレあるっすもん、ゴレ。あれ、なんか、ドドさん、さっきから、ちゃんとしたゴレで、なんか、僕が汚いみたいな。違う、いや、僕はいろいろ考えた結果、これが一番強いって、本当に思ってる。別に、その、対策してないとかじゃなくて、いろんなゴレと戦った結果、はい、やっぱこの撲滅ゴレって言われるミニペトランバイルのゴレが、結局強いんですよ。いや、まあ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 。低コスで守れるし。はい、ミニペランバー、ベビーメガゴ、これ取るね。ダクネがないのかな。まあここはちょっと、さっきな普通に、いやもうダクネ先生いますもちろん。ああいますね。もちろんいまして。ああということですね。はい。ゴレダクネベビーメガゴランバーミニペ取るね。いい。あれなんか。いい。ランバーから処理してくれるのすごくいい。うん、よくない。あ、三重視。全然ゴレデッキですよ。まあゴレ、うわあ、あいつが、あ、しかも、いやあマジか、そんなことある。いい子たちですね。いい子たちですね、そいつら。いい子たちですね。よし、やっちまってる、やっちまってるそれは。よしからの、決まってるよ。ヒーラーで、やめて、ヒーラーはダメ、ヒーラーダメ、ヒーラーダメ。回復してほしい。それはか、それはか。あ、でもいいライドラ。あざす、危ねえ。オッケー。うわあ、嘘でしょ。いやあもう最悪。まだある、まだチャンス、まだチャンス。ヒーラーが、お前が活躍してる。お前らちょっと、おい、ゴレにヒーラー入れちゃいけないって法律なかったっけ。ない。いやー、くそー。三重視にぐちゃぐちゃにされた。これは。ぐちゃぐちゃにされた、マジで。いや僕のゴレデッキ強いんすよね、マジで。キョスケと三重視入ってるんですよ。これは強い。いやー、チャンスあったな、でも。やったー。いやこれ三重視、キョスケはあれできてました、はい、三重視がね、マジであそこのトルネが被ったじゃないですか。はい、あれがな、ありがとうございます。まあ僕の方がいや、まあさすがにさすがに分かった。なんか勝ったんですけど、はい、辛くなりますね。いや、あの言っとくけど、本当に僕も対策してますからね。あの、はい、ミニペトランバーって入れて、まあ、で、ね、でライドラもやっぱりゴレ対決が大事なんで、とはいえな、三重視が強かった。はい、はい、というわけで勝者。今日ドッキリとかじゃないですもんね。何もない。やじゃあ本当にチャンスあったやつだ。ただのゴレ対決でした。本当にチャンスあったやつだ。悔しい、マジで。はい、というわけで、はい、本日ねコラボさせていただきました、ドズさんの、はい、チャンネルリンクを貼っておきます。お願いします。動画撮りましたんで、ぜひそちらも見てみてください。チャンネル登録もお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。